ご視聴ありがとうございます。今回は全国で約500社あると言われている謎の女神セオリツ姫を祀る社、旧武蔵の国では東京都多摩市の一宮尾の神社と日比谷神社が有名ですが、埼玉県には主祭神をセオリツ姫とする神社が3社鎮座しています。セオリツ姫は現在も宮中をはじめ日本中の神社で毎年6月の晦日と12月の大晦日に半年の罪や汚れを払い除く儀式として行われる祝詞と大祓の言葉に登場し、平安時代に編纂された縁起式に記載されていて、その祝詞はイザナギが筑紫の姫家の立花の小戸の阿萩原で禊祓いをした時に発した言葉であると言われ、古代においては都の朱雀門の前に親王昭王以下百官と周辺の里人などが集まり、中富氏によって読まれ、浦部氏によって罪汚れが払われていました。セオリツ姫は川に座す水の神で、全ての罪を海に流してくれると書かれていますが、このように神事において重要な神様であるにもかかわらず、古事記や日本書紀に登場しない女神で、詳細は謎に包まれています。またセオリツ姫は天照大神の荒御霊や水葉の目一木島姫、弁財天や天白神ともされていて、古代日本の歴史から隠された女神です。はじめに寄居町穂田原の原井戸神社は荒川右岸の河岸段丘に位置していて、すぐ近くに埼玉川の博物館があります。地名の穂田原は崖の上に広がる平地を示し、境内のそばには宮川と呼ばれる小川が流れています。創建年代等は不詳ながら、宮川で古く祓いの行事を行っていたことから創建されたのではないかと推定され、江戸期には村の鎮守として祀られていました。社名の祓江戸は祓いの行事を司る祓江戸のに由来していて、随神門には左右に八狼を配し、正面に江戸時代の神技官令長浦部阿孫良義揮毫の祓江戸神社の額が掲げられています。戦前までは夏の例祭に梅雨なし春日神社の大神輿と原江戸神社の神輿をぶつけ合う穂田原の喧嘩神輿が行われ、祭りが終わると双方の神輿は傷だらけになり大いににぎわったと伝わります。穂田原原江戸神社の御祭神は瀬尾律姫の一柱で、瀬尾律姫を祀る神社は珍しく、その背景には持統天皇が瀬尾律姫を祀っている神社に対して祭神を変えるよう勅令を下したと言われています。そしてそれ以降の時代に祭神にした神社もありますが、なぜか明治になると再び祭神を変えるようにとの通達が出ます。千と千尋の神隠しで描かれたように名前を奪うことで瀬尾律姫を封印したとしか思えません。瀬尾律姫は水の神であり龍神のため、神道の水の神水葉の目や一木島姫、龍神の高尾神倉尾神、神仏集合で弁財天や修験道の天白神皇天白神などに名前を変えて祀られました。その元となる持統天皇は飛鳥時代の第41代天皇で、第40代天武天皇の皇后であり、後に持統天皇として皇室史上3人目の女性天皇となりました。持統天皇の諱名は宇野のさらら、神田宇野さんの名前の由来としても有名ですが、これは持統天皇の幼名になり、正式名は高間の原広の姫。持統天皇がなぜ瀬尾律姫を封印したのかの謎は分かっていませんが、その生涯と歴史背景にヒントがあります。持統天皇の父親は第38代天智天皇で、天智天皇は一般に中大江の王子として知られ、朝鮮半島にあった王国百済が西暦660年に滅ぼされたため、人質として大和朝廷に滞在していた百済の王子不与法相を送り返し、百済復興を図って西暦663年に白村江の戦いを起こすも敗戦します。その後一子の変により、中大江の王子は中富の鎌足らと蘇我のイルカを宮中にて暗殺して蘇我氏を滅ぼした政変を起こし、憤慨した蘇我の恵美氏は大邸宅に火をかけ自害。この時に朝廷の歴史書を保管していた書庫までもが炎上し、それまでの日本の歴史が記された大量の国書が全て燃えてしまいます。また天智天皇こと中大江の王子は大政を刷新し、大化の改新と呼ばれる改革を断行したことで知られます。この改革によって豪族を中心とした政治から天皇中心の政治へと移り変わったとされ、この改革により日本という国号及び天皇という称号が正式なものになりました。退位した光玉天皇に代わり、弟の光徳天皇を即位させて、新たな時代の始まりとして日本で初めての元号大化を定めました。
日本が激動の時代に天皇となったのが持統天皇で、夫の天武天皇のご保持により始まり、持統天皇4年、西暦690年には伊勢の神宮の第1回式年遷宮が行われました。一時の中断はありましたが、これまで20年に一度、約1300年の長きにわたり繰り返し行われた式年遷宮は、太古の昔から釘を一本も使わずに木組みのみで宮殿を作る技術を現在まで絶やさずに伝える宮大工の称賛すべき貴重な日本文化の維持に貢献しています。ですが、この伊勢の神宮式年遷宮にも持統天皇の瀬尾律姫封印の足跡を見ることができます。伊勢の神宮には滝原宮と滝原の並び宮と呼ばれる内宮の別宮があり、昔から大神の塔の宮と呼ばれ、同じ神殿が2つ並んでいます。これが伊勢の神宮の元の形で、皇太神宮に天照大神を、隣の別府荒祭り宮に瀬尾律姫が祀られていました。全国に鎮座する古社はもともとこのように本殿が2社並び、また尾神と女神が対になるように鎮座し、屋根の上で十字に組まれた千木は、千木の先端が垂直に削られているものが男の神様、先端が水平に削られているものは女の神様と、男女二神の社が並んで立っているのが一般的でした。滝原宮と滝原並び宮は、伊勢の神宮のある伊勢市の西部を流れる宮川の河口から約40キロ上流の宮川支流大内山川が流れる滝原に鎮座していて、滝原宮の宮域は約44ヘクタールと広大で、山を背後に南面し、前方には川が東から西へ流れる地勢から内宮の雛形になったと言われ、内宮と荒祭りの宮関係を表しています。このことから滝原宮は天照スメオオカミの右御霊、滝原並び宮は天照スメオオカミの荒御霊を祀るとされ、皇太神宮が伊勢の五十鈴宮へ転座した後に滝原宮と改称しています。本来天照大神を過去に祀っていた場所は元伊勢と呼びますが、なぜか別宮とされたのは滝原宮だけであり、別宮とされた理由も謎ですが、宇野のさらら持統天皇の徹底した瀬尾律姫の名前を奪い隠し、天祖神天照大神だけを唯一日本国の最高神として祀る形態に変えていきます。都市伝説とも取れる瀬尾律姫隠蔽の歴史ですが、伊勢の神宮では神後慶雲2年、西暦768年、仙禄と伝えられている大和姫命世紀に荒祭り宮に瀬尾律姫が鎮座と記されていて、荒祭り宮一座高台神宮荒御霊、イザナギ狼の埋める神、名は八十万月日の神なり、一名瀬尾律姫の神、これや五行は鏡に座すとあり、古文献大和姫の命世紀や天照在世二所高台神宮御鎮座次第記や伊勢二所高台神宮御鎮座伝記、中富の原へ訓戒において、それぞれに伊勢の神宮内宮別宮荒御霊宮の祭神の別名が瀬尾律姫であると記述されています。荒御霊宮はかつては西宮に位置していたと推定されていて、いつの頃から分けて祀るようになったのかは謎であり、伊勢の神宮公式の由緒書きにその御霊をこのように二宮に並べてお祭りするのは、皇太神宮に天照大神を、同別宮に天照大神の荒御霊を奉仕する姿の古い形と言われていますと記されています。これが正しければ、西宮は式年遷宮のたびに位置を変えず、常に東に位置する西宮は天照大神、西に位置する西宮は瀬尾律姫を祀っていたこととなります。最後に、古代の日本において隠蔽とともに神道である神事祭祀を司った中央豪族は、京都市山科の中富の町を拠点としていた雨の小屋根を外する中富の鎌足です。物の部氏とともに仏教の需要問題で蘇我氏と対立し、中富の鎌足は西暦669年、藤原姓を賜り、以後鎌足の子孫は藤原氏を名乗りましたが、本家は依然として中富を名乗り、代々神技官、伊勢神官など神事祭祀職を世襲しました。物の部氏は日本の氏族の一つで、にぎはや日の命を祖神としています。古代の日本での権力争いと現在渡来人とされる大陸や朝鮮半島の民ですが、古代中国から見た和人とは、日本列島だけでなく朝鮮半島と中国沿岸部にまたがる海洋民族を呼んでいて、単に和人イコール現在の日本人ではありません。その和人が本拠地を日本に置いてからが、日本の歴史危機神話に記された日本史であり、そのことを理解していないと日本神話は読み解けません。
そんな壮大な歴史ロマンに歴代の時の政権が隠さなければならない日本史の真実が水の神竜神の瀬織姫に秘められ、だからこそ真実を求める人々に神秘性と日本人のルーツに隠された答えを瀬織姫は握り、人々を引きつけてやみません。